参議院選挙に繰り上げ当選したが、わずか1日で辞職したことが話題となった元モーニング娘。の1位さやかが3日、XQ ツイッターを更新。盗撮被害を訴えた。盗撮はやめてほしい。 公園へ遊びに行った際子供が虫に刺されて具合が悪くなっている中気づいてないだろうと携帯をこちらに向けてくるそこのお父さん写真を撮って誰に見せたいのですか何のために。ドンは状況であれ気持ちの良いものではないですどうかその目線をお子さんに向けてあげてください。とコメント。子供と公園に遊びに行った際に男性から携帯電話で撮影されたことを明かした。 市政は、2019年の参院選に立憲民主党から比例代表で出馬したが、落選。先日の衆院東京15区の補選に元格闘家の須藤元気氏が倉替え出馬したため、4月26日付で繰り上げ当選した。しかし、市政はすでに政治活動からの引退を表明しており、即日で辞職願いを提出し、認められた。